お前な、何やってんねん。指示されたことくらいちゃんとやるや。粗品さん、すみませんでした。たく腹立つな。俺はお笑いにボカロに忙しい。なんかストレス溜まるからパチンコでも打ちに行こう。今回は芸能界で嫌われている芸能人10選を紹介いたします。最初は冒頭で軽く触れたお笑い芸人霜降り明星のツッコミ担当の粗品さん。コンビとしては M1 優勝、個人としては R1 優勝、お笑いだけでなくボカロ P として音楽活動もしていてマルチな才能を発揮し続けていますが、そんな彼が芸能界内で困った存在として扱われにくくなっているようです。スタッフさん、これ見て。なんでしょうこれ。なんか随分項目が多いですけど、やることリスト、こんなにたくさん？何？嫌な？いえ、そんなことは。彼は完璧主義で仕事へのこだわりもかなり強く、そんな粗品さんにスタッフはへきへきしてるそうです。そのような粗品さんがスタッフに大激怒することもあるようで、ある番組でゲストに焼肉をご馳走するという企画の時、それは怒りました。おい、これ何やねん。まな板ですけど、そういうこと聞いてんちゃうわ。こんなまな板で肉切れるか。うち実家が焼肉やねんぞ。別のやつ買うてこい。そんなこと言われても、今日のゲスト芸能界の先輩の小池栄子さんですよ。今から買いに行ったら絶対に間に合いません。そんなん知らん。セットや小道具全部実家みたいにしたいって言ってやんか。無駄口叩いてる暇があったら早行けや。小池さん、遅くなり大変申し訳ございません。結局この日は3時間の遅れで収録がスタート。小池さんもいらしているのに何時間も待たせてまで買いに行かせるのはどうなのかとスタッフの間で話題になったようです。このように粗品さんに対してのスタッフの評判は決して良いものではありませんが、芸人の間でも良い話を聞かないです。お、チョコプラの2人、よろしくお願いします。おい、俺ら先輩だぞ。なんだよその態度は。まあまあ、ええやないですか。俺いろいろ多忙で疲れてるんですわ。お前さ、ちょっといろいろ調子に乗りすぎじゃない。サマーズの三村さんにもそんなこと言われたことあるし、海原康代智子さんにもキレられたことあるんだろ。はいはい、その時はすみませんでした。それにな、番組の収録でビートたけしさんが真面目な雰囲気で話してた時、柄の悪い言葉で突っ込んでむちゃくちゃ現場の空気凍りついたよな。そこらへんしっかりしないと仕事なくなるぞ。わかりました、気をつけます。このようなアドバイスもどこ吹く風の粗品さん、他方面での活躍が期待されてはいますが、だからといって天狗にならずに周りの感謝を忘れずに仕事をしてほしいと思います。仕事へのこだわりが強いといえば、次にご紹介する松島菜々子さんも同じような話を耳にします。大和なでしこ、家政婦の三田など出演する番組は高視聴率でおなじみの松島さん、テレビで見せる姿は清楚そのものですが、関係者の間では非常に扱いにくい存在として知られています。その理由は松島さんの気の強さ、それは仕事の現場でも明らかなようで、周りに怒鳴ることもしばしばあるようです。ちょっと、この演出一体何なのよ。こんなんじゃ視聴率取れるわけないじゃない。すみません。あと代役のあの子ダメじゃない、選んだら。私が選んだわけではないので。お嫌いとかですか。違う、あんなに綺麗な子がいると主役である私の存在がぼやけてしまうって言ってるの。ドラマはまず主役の輝きありきなのよ。私が主役だから高視聴率取れるんだから。もうあんたで話にならない。ちょっとプロデューサーに話してくるから。ちょっと松島さん、あとメイクさんも呼んどいて。シミやシワを隠さないと撮影なんかできないでしょ。視聴率が取れなくなってもいいの。はい、わかりました。このように自分の意見を強引に押し付けることも多く、周りはいつも戦々恐々としているのだとか。さらに松島さんを扱いにくくしている要因としてはギャラの高騰が挙げられます。視聴率女王とまで言われているためか、出演料も相場の約 1.7 倍とかなりの高額のようです。
確かに視聴率は欲しいが、今のご時世、世間並み視聴率が落ちてきてるし、松島さんが出ても視聴率は大きく期待できないかもしれないし、現場の雰囲気がいつも荒れるんだよな。ああ、どうしたものか。さらに仕事の現場以外でも気が非常に強く、旦那の反町隆史さんにいろいろ言うこともしばしば。松島さんとは対照的に反町さんを思ってもあまり言わないタイプで、それゆえ二人の様子を見て尻に敷かれていると思う人もいるようです。何よ隆史、ずっと黙ってて。言いたいことがあるなら言えば。いや別に、ごめん。ふん、いつも黙ってバカ。喧嘩にもなりゃしない。このように反町さんが松島さんの態度にタジタジになることもしばしば。ただこのような関係性だからこそ、気難しい松島さんと今でも夫婦でいられるといった意見もあります。それを象徴するかのように、最近二人仲睦まじくデートをしている様子も目撃されています。次はあそこ行こうか。そうね。周囲には今まで一番仲が良いと漏らしているくらいで、プライベートの充実が仕事の充実や周りへの態度の軟化につながることを願っています。次は黒木ひとみさん、元宝塚歌劇団月組のトップ娘役で、女優に司会に歌手だと様々な方面で活躍している黒木さんも、思ったことを口にしてしまいがちの性格のようです。その性格は宝塚の入団前の面接試験からも垣間見えることができます。黒木さんはなぜ宝塚を受験しようと思ったんですか？ああ、別に松竹歌劇団でもよかったんですけど。え、そこ宝塚のライバル。まあ、どこでもよかったんです。受験動機は、記念ですね。思い出作りってやつです。そうですか。ちなみに歌や踊りの経験は？一応バレエを、まあ1週間しか練習してないんですけど。はあ。このように周りの雰囲気を考えず、思ったことをすぐに言ってしまうタイプのようです。その態度は仕事をしている時も明らかで、作品についてのインタビューを受ける時も、インタビュアー泣かせの女優として知られています。今回の作品で大変だったと思うことは何でしょうか？特にないです。そうですか。では印象に残ったことは？それも別に。そういえば最近黒木さんは。それって作品に関係のない質問でしょ？答える必要あります？いえ、ないです。すみませんでした。それ以外にも黒木さんは上下関係で態度が全然違うと噂されています。ああ、プロデューサー、お久しぶりです。今度もお願いしますね。考えとくよ。黒木さん、お久しぶりです。うわ、ガン虫だし。まあ、本番前だとかなり神経質になる人っぽいから集中してるのかもしれないけど、ちょっと俺たちに対する態度いつもきついんだよな。自分より格下だと思った相手には容赦がないのは裏方だけではないようで、とある若手女優に次のようなことを言い放ったという噂もあります。あなたね、役をもらうためにジジイと寝る覚悟ある？え？このようなことを言った経緯、そして真意は不明ですが、いずれにせよかなりきつい内容を若手女優に言ったことは明らかです。さらに黒木さんは1日30本吸うくらいのかなりのヘビースモーカーで、そのことが仕事に影響を及ぼすことも多々あるようです。ちょっと撮影少し中断させて、休憩したいんだけど。え、はい、わかりました。黒木さん、また例の一服だよ。おかげで撮影が遅れるし、黒木さんだから許されるのかもだけど、ちょっと勘弁してほしいな。姫町って名前ができるくらい有名だからね。ロケ中路地裏で吸ってたのを見たって話もあるくらいだし、芸能人なんだからせめて仕事中はもうちょっと自重してほしいね。黒木さんに関しては悪い噂はあれど、いい噂はほとんどと言って聞かないです。お子さんも一人いますが、その娘もという話もあったりなど、なかなか本人だけの努力だけでは何ともならない状況のようです。次は米倉涼子さん、全日本国民的美少女コンテストで審査員特別賞を受賞。モデル業を得て女優として現在活躍しています。ミュージカルに挑戦するなど
精力的に活動していますが、米倉さんも我の強さを指摘されています。そのことについて暴露したのは、とある雑誌のインタビューを受けた某テレビ局のエグゼクティブプロデューサーでした。米倉さんは現場ではどのようなご様子でしょうか。そうですね、撮影現場で挨拶をしに行ったんですけど、目を合わせることもなく、女性のスタッフ苦手なんですよねと言われてしまって。え、直接言われたんですか。その時は体調が悪かったそうですけど、気分や体調でスタッフへの接し方が変わることも多くて、このように米倉さんに現場が振り回されている様子が見て取れました。ただこの性格は実は小さい頃の性格に起因していると言われています。実は私、小さい頃はものすごくネクラで、ずっとはみ出し者なんだって思って生きてきたんです。そうなんですか。とてもそんな風には見えませんが。24か5くらいかな。その時に思ったことを口にするって決めると、なんか随分と気が楽になって。なるほど、そういった経験が米倉さんの今のエネルギッシュな姿につながっているんですね。このように性格が功を奏して今の地位を築き上げたとも言えますが、思ったことを言ってしまうことでマイナスのことも起こってしまう危険性は重々承知をした方がいいとも言えます。続いては佐々木のぞみさん。有名ファッション雑誌のグランプリを受賞し、一気に知名度が上昇。お笑い芸人の渡部健さんと結婚し、旦那の不倫騒動が起こっても離婚をすることなく良妻ぶりを発揮していますが、現場の声はお世辞にもいいものとは思えません。佐々木さん、本日はお疲れ様でした。え、何してるんですか。何って、ライバル雑誌のモデルの顔塗りつぶしてるだけだけど。ムカつくじゃない、目にすると。それはそうかもしれないですけど、てかだいぶ散らかってますね。掃除しといて。じゃあ私帰るから。さらに女優としての評判もとてもいいものではなかったようです。うーん、セリフ覚えらんない。佐々木さん、カンペ用意してますから、それをご覧になって。急に出されてもそれ通りにできるわけないじゃない。そんなこと言われても。このような裏の顔はモデル仲間の七尾さんにテレビの場で公にバラされてしまう始末です。佐々木のぞみさんね、私は結構仲がいいんだけど、裏では結構口悪いですよ。いろいろと文句も多いですし。このような態度が災いとなり、現在妊娠などで芸能活動は休業状態ではありますが、渡部さんの件がなくても復帰はなかなか難しい状況であると言えるかもしれません。佐々木さんと同じく結婚・出産を機に芸能活動を自粛しているのは女優の石原さとみさん。ホリプロスカウトキャラバンでグランプリを獲得した翌年には日本アカデミー賞新人賞を受賞など、デビュー当時から飛ぶ鳥を落とす勢いだった石原さん。彼女もまた性格の悪さを指摘される一人でもあります。すみません、遅くなりました。石原さん、どうしたんですか。かなりの遅刻ですし、全然連絡つかないし。ああ、普通に寝坊。最近忙しくて疲れてるの、こっちは。でも、この前も確か遅刻を。何？文句あるの？いえ、別に。あ、そう。後でジュース買ってきてね。このように、横柄な態度でスタッフは顎で使う姿がよく目につくようです。さらに、空気が読めないのでは？とも指摘されていて、そのことが顕著だったのは、とあるトーク番組での出来事でした。実は私の元彼が。そうなんですね。何それ、ありえないんだけど。これ笑い話のトークなので、まあ味等にならなくても。さらにその番組内で恋愛の話になった時、高校生時代の恋愛なんか見られているのも照れてたんですよね。私かわいい。そうですね。他の出演者とは空気感がまるでずれていて、現場は石原さんだけが盛り上がっていたようで、それ以外の方は冷え切っていたようです。ドラマはともかく、バラエティでこのようなことを起こしてしまうのは致命的であると言えるでしょう。次は歌手の西野カナさん。失恋ソングの女王とまで言われる西野さんも性格の悪さをたびたび指摘されます。お父様が資産家ということもあり、その影響からわがままだという噂が後を絶ちません。ねえスタッフ、
ちょっと喉が渇いたんだけど、ジュース買ってきてよ。え？あ、はい、わかりました。なんでかわからないけど、西野さんがお嬢様だっていうことや、父親のこと口にするの禁止なんだよな。でも、お嬢様気質の西野さんをそのように扱わないといけないし。そのような様子なのが災いしてか、とある番組のインタビューで次のようなことを言っていました。芸能界で仲の良いお友達とかはいらっしゃいますか？一人もいないです。一緒に遊んだっていうこともないです。意外と人見知りで。このようにおとなしめの印象を与える西野さんでしたが、大学時代はかなりギャル気質だったようで、夜な夜な遊び回るタイプだったようで、本性を隠して演じている姿に眉根を潜めている人もいそうです。また西野さんに関してはとある性格が指摘されています。とある番組にてベッキーさん、鳥居みゆきさんとトークをした時のこと。やだ、ベッキーさんって面白い。あ、面白いといえばこんなことが。あ、はい、そうですか。このように関係性によって露骨に態度を変えてしまうといったことも散見されます。現在音楽活動は無期限休止中ですが、また昔のように歌声を聞くことができるのでしょうか。等身大の失恋ソングで人気を博した彼女ではありますが、歌手とはいえ芸能界の一人として人の接し方を考える必要があるかもしれません。芸能界の大御所とも言えるジャニーズ事務所、そこに所属するアイドルもたびたび性格の悪さを指摘されている人がいます。その中の一人は国分太一さんです。株式会社 TOKIO の副社長でもあり、朝の情報番組で MC を務めるなど、 TOKIO の中でレギュラーの本数が最も多い国分さんも性格に難があるとの話です。そんな国分さんはカメラが回っている時と回っていない時では全然態度違うと言われています。国分さん、着きました。え、こんなところに泊まるのか。すみません、お気に召しませんでしたか。そりゃそうだろう。ったく、なんでこんなしょぼいところに泊まらないといけないんだよ。ああ、早く冷たいビールが飲みたい。げえ、国分さんからだ。あの人めちゃくちゃなこと結構言ってくるんだよな。国分さん、どうされました？おい、この部屋どうなってるんだよ。シャワーの水圧弱すぎるんだけど。こんなんじゃ風邪ひいちまうよ。え、すみません。謝罪はいいから部屋変えてよ。もしホテル内全部がって言うなら、今から別のホテルに変えて。そんな急に。ああ、仕事忙しい。だいぶのお疲れね。ああ、国分さんのインタビュー映像の編集がなかなか大変でな。そのままだと国分さんが無知なのがバレちゃう。インタビューするお仕事なのに、そのことについて一切勉強していないらしいからね。取り繕うの大変。そういえば国分さんってテレビ局のスタッフ以外にも評判が良くないって知ってた？え、そうなの？国分さんが後輩を飲みに誘ったらしいの。その時なんだけど。まあ遠慮せず飲めよ。国分さん、ありがとうございます。いただきます。おお、結構飲んだな。会計はっと6万か。はい、じゃあ3万出して。え、割り勘なんですか？当たり前だろ。誰がおごるなんて言った？いえ、別におっしゃってはいなかったです。こういうのって先輩がおごるべきじゃ。誘ってきたのも国分さんだし。このように業界の間ではいい加減、わがまま、ケチなどの評判が立っている国分さん。そのような態度を改めないとファンが持っているイメージを覆す事件が起こってしまうかもしれません。次にご紹介するのは元 V6 の三宅健さん。巷では奇跡の40代と言われるくらい若々しさを保っている三宅さんですが、精神面でも無邪気で、それゆえに他の人に迷惑をかけるといったことも多々あるようです。その性格は V6 にいた時からずっと変わっていないようです。おい三宅、それ俺のなんじゃね。何勝手に来てるんだよ。いやだって寒かったし。俺だって寒いよ。いいから返せよ。おい、ダウンの背中焦げてるじゃねえか。何したんだよ。ごめんごめん、焚き火に近づきすぎて。お前だな。あ、お前がつけてるマフラー俺が貸したんだけど、まさか焦がしてないよな。
それはないよ。ほら、返すから。お前、何落書きしてんだよ。なんだよ、剣まんじって。なんかかっこいいからいいじゃん。こうやって、冗談ともつかないいたずらをすることもしょっちゅうあるようです。さらには、関係者の中では、わがままで頑固な性格としても知られています。あれ、おかしいな。ん？どうしたの？三宅健さんが現場に来ないんだよ。連絡しても繋がらないし。なんで？体調不良とか？事故とか？わからない。でも前々から気分次第で仕事に来ないこともあるみたいで、さらに来たとしても楽屋から出てこなかったりとかも。それ聞いたことある。あと仕事でもスタッフの話や指示を無視したりするって聞いたこともあるし、遅刻も多いしね。振り回される俺たちの身にもなれよって話だよな。あと大御所の方にもタメ口で話したりして現場を凍りつかせたこともあるし、本当に気が気じゃなかったよあの時は。そんな三宅さんも2023年5月2日をもってジャニーズを退団することが発表され、それに追随するかのようにテレビ、ラジオのレギュラー番組も次々と卒業、終了が決定。俺今後どうしたらいいんだろう。個人事務所はもう作ったけど、これといった強みもないし、レギュラーもどんどんなくなってるし、ここから巻き返せるんだろうか。ジャニーズという大きな事務所の庇護がなくなった以上、生き残れるかどうかは三宅さん自身の力量にかかっています。誰かに甘えることのないよう自立する姿勢が三宅さんにとって必要なのかもしれません。最後は天真爛漫さが売りのタレントであるフワちゃんをご紹介します。破天荒ながら実は空気も読めるということで、若者中心に人気を博しています。そのようなフワちゃんに対して遅刻癖があるというイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。事実その癖がたたって有吉弘行さんに大激怒されたというエピソードもあります。そのようなこともあったので、遅刻癖は少しは治ったのかといえばそのようなことはなく、むしろ遅刻エピソードは増加の一途をたどるばかり。友人の指原莉乃さんと散歩に行く約束をしていましたが、結果は言わずもがな。あっちゃん、あの女遅刻だね。まあ来ただけマシかな。ごめんごめん。本当に気をつけてよ。収録で韓国ロケに行くってなった時も3時間も遅刻してるみたいだし。わかった、気をつける。って言ってもどうせ治らないんだろうな。どんだけ他の人から指摘されても一向に気にする素振りないんだもん。破天荒と人を不快にする常識外れは別物だと思うけど。このように悪癖がいつまで経っても改善されないのは、フワちゃんの性格に起因しているという声もあります。仕事に向かうために新幹線を使うことになった時のこと。ごめんごめん、わざわざロケ先に行くためのチケット持ってきてもらっちゃって。いやー、私絶対チケットなくしちゃいそうだからさ。もういい大人なんですからしっかりしてくださいよ。でもこれで安心ですね。では後ほど現地で。はい、どうなさいました？ごめんマネージャー、全然違う新幹線に乗っちゃったみたい。は？嘘ですよね。てかさ、マネージャーなんだから私のこと最後まで見ときなさいよ。絶対間違えるってことくらいわかるでしょ。そんな無茶苦茶な。このように自分のミスを他人に責任を押し付ける癖があり、周りはそれにへきへきすることも。常識外れが一つの魅力になっている一方、このままだと人気が落ちたらどこも使ってもらえなくなる可能性が非常に高いと思います。なんか裏方を大事にしないってやつが多い印象だな。芸能人は表に出る仕事ですし、裏方は基本表には出ないこともあって、人気が出れば出るほどそのような態度になっていくのかなとは思います。まあ非なのはわかるがな、いくら裏方に愛想良くてもお茶の間に人気がなくなったら仕事がなくなるし、目の前のことにいっぱいいっぱいだからこそなのかもしれないな。その結果プライドが高くなるのも致し方のないことなのかもしれません。いつでもどこでも自分を演じないといけないのも大変ではありますが、そのような覚悟がないと芸能界に居続けるのは厳しいものかもしれませんね。